おはようございます、こんにちは、こんばんは、塾長です。11月1日月曜日は寿司の日。1961年に全国寿司商環境衛生同業組合連合会というところが制定した日とのことです。シーズン的に新米の季節であり、海の幸とか山の幸がまあとても美味しい季節だということで寿司の日に制定したということです。10月の末まで、うちの商店街セールをやっていまして、私の塾の隣にある永楽寿司さんがですね、1500円で穴子寿司、穴子チラシ出してました。大変美味しいチラシ寿司でしたよ。で、まあチラシだけじゃなくてですね、他の、いわゆる海の幸のネタというのも大変美味しくいただけますから、よかったらうちの商店街を遊びに気がてらに、永楽寿司に寄ってみてはいかがですか。まあ川越に美味しいお寿司屋さんいっぱいありますからね、いろんなところ行ってみるのもいいかもしれません。さて今日はですね、イカリア長介さんの誕生日なんですね。で、イカリア長介で名言で探ってみましたらですね、あれですよ、踊る大捜査線ですね、枠平八郎でいっぱい出てくるものですから、その中から一つ今日は取り上げてみました。疲れるほど働くな、次がある。そうなんですよ、もう疲れたら仕事になんないんですよね。とは言ってね、何か成し遂げたいことがあるっていう風に言ったらね、その自分の思いがあったらそれに向けて集中してね、定時とか関係なく働いちゃうわけで、どうしても疲れちゃうわけですけど、でもまあ長いスパンで見た時にね、疲れるほど働くとその反動ってのが来るんですよね。だからそうならないように気をつけなさいと。今私ちょっと体調悪いんでね。これを今噛み締めて、ああ我ながら計画性がないなと思って反省してるわけなんですけれども、まあ疲れないように、まあ疲れないように、疲れてもしょうがないと思うけどね、疲れるほど働かないようにね、きちんと休んで次に備えて頑張りましょうということですね。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。